ヘイヨー、ケンツメッシー。実際今日はですね、ちょっと面白いことを紹介しようと思いまして、こちらのクラッシュ・ウィズ・アッシュっていう、まあ、海外版ドズリさんみたいな、グローバルな、こう、中心にいる人がいて、世界大会の実況とか解説とかやってる方がいるんですけど、クラッシュ・ウィズ・アッシュさん。まあ、多分この方は YouTube やってて、すごい上手い人たちのリプレイとかを紹介してるので、よかったら勉強になるかもしれないです。で、この方の Twitter があるんですけど、ちょくちょくこれやってて、知ってる人は知ってると思う。インポッシブルチャレンジって不可能チャレンジみたいな自分のシリーズやってて、グラチャレをこのデッキで12勝したら賞金あげますみたいな感じで、前回がこれだったので、も終わっちゃったんですけど、これが一番最新のやつで、賞金は200ドルから始まり、毎日50ドル上がりますと。で、マックス1000ドルまでいくってことなんですよね。で、200ドルって2万円なんですよ。だからマックス10万円もらえるんですよ、これで12勝するとっていうチャレンジがあって、ちょくちょくあるんで、この方のツイッターチェックしてると面白いと思います。次回からこの方のチャレンジ俺も挑戦しようかなと思うんですけど、もうこれ終わっちゃってるんですけどね、この方がクリアしたんですよ、これで12勝で、毎日200から50ずつ上がってって850ドルのところでクリアした。だから8万5000円もらったんですよね、これで12勝して。で、ウィントレード、八百長とか一切なしでリプレイを全て見直してしっかりと戦ってたら、賞金ですみたいな感じなんですよね。なのでこれをちょっとやっていきたいと思います。勝てるんかなと思って、これですね、これ 2.1 コス、まあ、攻めの要はここだし、空がいないんよ。空いなくね、何すんのこれ。え、麦茶に空にどうやって勝つん。え、ここを回せと。ということで、ちょっとグラチャレ今7勝なんでやっていこうと思います。ウォールブレーカーは初手に絶対避けないでしょ。でなんならアイスピンもあれだよね、守りだし、ここでまずロリババ切ったんで、ボールブレーカー出してあげて、相手これですね、一発入るね。 OK、 とにかく回すことが大事だと思うんですよ、これ。オッケー、でここまで行っていいな。ゴレの攻撃をどう守るんですかって話になるよね。落とすことは簡単なんですけど、まあゴボリ出すじゃん、まずで、ベビドラがまず止まんないじゃん。どうやって守んの。いや無理じゃね、攻めすぎ。まあこうなるわな、こうなるわ、まあありがとうなるわな、さすがに。難しいな、これマジどうやって勝つんだろう。いやもうこれ多分ここまで来ると詰みなんですけど、ウォールブレイカー2周回したりとか、もうほんとスケアイスピとか、なんか細かい全ての技術を要すると思うんですよね。ちょっとこれもう 100% 無理なんでちょっと諦めます、ごめんなさい。さすがにきついな。なんで飛ばしていただいて、10秒スキップで次の試合まで飛ばしてください。ワンチャン逆転流しとくけどね、俺は。難しいな。アイゴレウォールブレーカーを徹底したらダメだな、これ。ウォールブレーカー単体だけで入るんで、ダメージが。そこをうまく使っていくんかな。12勝してる人がいるんだよね、これで。え、すごくないですか。まあ、ありがとうなりますね。ちょっとあと2000ほど行かせて。どんくらい、このチャレンジをクリアする人との差があるのか。X ボーマスター。
ほうほう、なるほど。多分初手ボールブレーカーでいいんだよね。オッケー、はいはいはい。まず無償で一発入っていく。ベビードラ来る。ディガー何デッキだ相手。はいはいはい、ちょっと早かったロリババ。オッケー、ただロリババ行って咲いたんで、ここは受けからのごぼり。なるほど。じゃあこっちもごぼり出しといてあげて、ラバか、ラバこれどうすんですか、マジで。逃げろ、無理か。え、待って、ラバこれさ、1本落としたとしてさ、どうすんだ。ここチャンスでしょ。あー、ただバレていく。もう一番意味ないよね、そのウォールブレーカー。一番やったらあかんで。これマジでどうすんの。攻めれねえよ。ディガーもないしな。まあ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 、若干は入るもののって感じよな。で、まあこうなりますよね。まあ釣れないし、ラバ来たらもう終わりだよね。え、マジどうすんのこれ。ちょっとさ、俺多分これ絶対一生何年やっても無理ですわ。勝てねえ。ちょっとデッキ変えていい？この人のチャレンジ、いろんなチャレンジがあるんだけど、ちょっとね、もうちょっとね、やりやすいやつが欲しい。どれだっけな。結構な頻度で開催してるんだけど、これじゃないな。あ、終わっちゃったよ。ちょっともう一回生かして、多分このゼロ勝らへんだったらワンチャン勝てるかもしれない。12勝ってマジどうやってやってんのこれ。意味が分かんないんだけど、本当に意味が分かんない。ギガーがあったらまだ分かるよ。はい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 、あれはおいし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 、あれはアイゴレで釣るでしょ。で、おそらくこんな感じで攻めまくって防衛は簡単にしたいんよな。はいはいはい、こんな感じで守りつつ、ウォールブレイカーがズコバコ入っていくと。はい、一発入るのはまあいいでしょう。で、アイスピで抑えてあげて、ウォールブレイカー添えて、はいはいはい。で、あとは引きこもればいいんですよね。ただこれケツペッカーから組み立てられたらきついんよな、めちゃめちゃ。ベビードラがやばい、これ対空なしってやばいな。でもクリアする人がやばい。アッシュの脳みそもやばいけど、クリアできる人がいるってことなんで、それがもっとやばいよね。面白いだろうな、開催する側は。これ無理だろうとか言って、もうクリアする人が出てくるんだもんね。よいしょ。はいはいはい。おそらく、これ釣ってあげて、ベビードラを。
じゃないと無理よ。こんな感じで守るんでしょうよと。これを繰り返すだけでしょ、あと。よいしょ。AI これ。釣ってあげて、逆サイド持ってって、よいしょ、マージャチが入らないようにしてあげて、これでもう呪文持ってたら相手終わりだよね。あ、待って、やばい、あー、せっかくの勝てそうな試合が終わった。諦めはしないけど、一発あるよね。 OK、 ホグが来たらまずい。はい、入んないんかい、それ。真ん中か、これも。あと真ん中か。真ん中やってあげて、56-56だから窓右でしょ。オッケー。で、回してあげて、おしまいか。あー、なるほどね。まあ、なんとか勝てましたね。っていうチャレンジがあるんですよ。で、これでまあ、今、剣詰めしやっと一緒じゃないですか。まあ、これは、マックス10万の価値ありますよね。もしこういうの自信ある方、よかったらさっきのクラッシュウィザー州 CWA ってツイッターで検索すると出てくるんで、フォローしてチャレンジが来たらやるのもありです。グラチャレです、グラチャレ。なんかね、前あったのがエリババが弱体化されてる時にディガー入れたエリババコウモリ、なんとかの 2. 何とかがあったんだけど、で、多分ディガー入れたら結構簡単だとか言われて、周りに。それでこうなった。ディガーなし、ゴボリで攻めるみたいな。多分これもうちょっとゴボリを何回も出すんだと思う。ゴブリをホグレーダーかのように扱ってボールブレイクは逆サイ特攻とかだと思うんだけど、難しいね。ということで、ちょっとね、面白いことがあったんで動画出していきました。だいたい今後の動画は1本、まあ真面目にクラルは、2本目ちょっと面白いこととかバグ紹介や、まあ今流行ってるなんとかとかね、いろいろやって夜中にラジオって感じです。ということで、今後もね、剣詰めし YouTube、気軽に見てください。おつめし、バイバイ。難しいなぁ。